ちょっととりあえずお尻取っておこうなんだぞ。ああ逃げないでなんだぞ。試しにオンラインに写真を1枚あげただけなのに、それでトータル1枚のリンゴメダルをもらったとのことなので、ちょっと見ていこうと思います。いやこっちとしては嘘だろって感じなんだけど、これだよな多分な。でどれが、お、え、もらったリンゴメダル 8? 嘘でしょあ、これで4、これで2、え、こん、え、まあ本当に、え、これ 1? これ 1? え、これとこれの方が自信あるんだが、タイトル的に、え、普通にこういうのの方がいいんだ。あ、そうっすか、ちょっと理解できねえな。ちょっとオンラインの世界では分かり合えねえかもしれねえ。さあ、そういうわけなんで調査に出てみようか。ケンガーもいるんだぞ。うん、よろしくね。いい写真を撮ってくれよ。任せろなんだぞ。夜の公園に行くんだぞ。夜の公園か、いいね、楽しみだね。あ、ホウホウとか起きてんじゃないの。先に言うんじゃないんだぞ。ごめんごめんごめん。いやでもさ、あんなホウホウ見ちゃったらもう思っちゃうでしょ。まあそれはそうなんだぞ。なんかおしゃれなんだぞ。じゃあ取っていくんだぞな。ヒバニーがいるんだぞ。ヒバニー、ヒバニー引かれちゃうんだぞ。危ないんだぞ。ヒバニー火出して走っててちょっと危ないんだぞ。山火事になっちゃうんだぞ。ビッパもいるんだぞ。ビッパ全然こっち向かないんだぞ。ビッパ全然こっち向かない。配達が来たんだぞ。さあ気を取り直して再開するんだぞ。お、バフロン、え、これバフロン、え、でか、寝てるのかな、でけえな。でヒバニーはずっと何してんの、夜にちょろ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 。いけない子だね。いたんだぞ。うん、調査しても何にもならないんだぞ。ねえ、あ、ヒバニー、ヒバニー火出して走るの危ないからやめるんだぞ。なんだぞ、モジャンもびっくりしたんだぞ。モジャンもが、おお、なんなんだぞ。あ、こっちがいたんだぞ。やったなんだぞ、やったなんだぞ。モジャンはサービス精神が旺盛なんだぞ。うん、なんかいるんだぞ。闇カラスなんだぞ。うんうんうん、おい、いっぱいいるんだぞ。こっちょっと怖いんだぞ。いや、いっぱいいるね。お、調査調査調査。え、なになになに、何何、え、お、おお、こいつかい、え、キャタピー、キャ、嘘、え、キャ、カイロスじゃん。おお、え、じゃない、キャタピーもいて、あー、そこにいたのね。でクリスタフラワー、これ難しいね夜。お、ドダイトスじゃん。おお、ドダイトスなんだぞ。やったなんだぞ。お眠りしてるんだぞ。かわいいんだぞ。え、いっぱいいるんだぞ。こんないっぱいいたらさすがに怖いんだぞ。海には何がいるんだろう。夜のスワンナだ。おお。え、枚数、え、9枚ゲンガーちゃん、ちょっと9枚しかないけど。あ、ちょっとがいるんだぞ。いいところでここなんだぞ。今も最高なんだぞ。これから1枚1枚が勝負なんだぞ。またドダイトスいるんだぞ。あ、闇カラス多すぎるね。サルドリもいたんだぞ。あ、ピチューもどっかで寝てるんだぞ。どこなんだぞ。あ、こんなところにいたんだぞ。かわいいんだぞ。ピチュー、サルドリ、あ、闇カラスになんかまとわりつかれてる気がするんだぞ。え、ここは、ここは、ここはあと何がいるの。おお、カイロス先輩、なんかして、なんかして、なんかしてくれ。おお、ほう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 、いるじゃん。ん？何？何？なんか、なんかいたよね、今ね。頼む、ほうほう、なんかしてくれ。頼むんだぞ、ほうほう、ほうほうちゃん。なんもしてくれない、あと1枚しかないんだぞ。あと1枚しかない。お、ミツホニーいるじゃん。お、こっち見てくれた。あー、クリスタフラワーね。これ何なのこのクリスタフラワー何、今ヒバニーがドダイトスの上で寝てたんだぞ。撮りたかったんだぞ。
話したいことがたくさんあるけど、まずは評価を行おうか。じゃあとりあえずお願いします。バッフロンはどうだろうね。どれがいいんだろうな。これヒバニーの写真のつもりで撮ったんだけど、これもじゃあこれでいこう。でヒバニーあーこれどっちがいいんだ、どっちがいいんだ。これはこっちだな多分。今のいいと思うんだぞ。でこれにしてみるんだぞ。ケツだけ写真なんだぞ。もうじゃんもうえ、そんなやつがあるんだぞ。これに行くんだぞ。ほうほうは、これなんだぞ。キャタピーは、これキャタピーの写真なんだぞ。じゃあこれにするんだぞ。で、カイロス先輩は、これなんだぞ。で、ミツハニーちゃんはこれで、ドナイトスいっぱいなんだぞ。ドナイトスこんなにいっぱい撮ったのに星1しかないんだぞ。確かに、あんなにいっぱい撮ったのに精度低いんじゃないですか、ゲンガーちゃん。ちょっと残念なんだぞ。おー、ピジョット、これ、これかっこいいのに星1？ なんでなんださ、これサルノリの写真なんだぞこれピチューだろ、どう考えても。で、これサルノリこれサルノリでしょ。逆なんだが、ちょっと AI ちゃんとしてよ。で、クリスタフラワーの写真って何？なんか提出できるようになってる。なんで？まあいいや、とりあえずこれでいこうか。これでいくんだぞ。どんな写真があるかな？楽しみでしょう。ああ、星2のバッフロンは初めてか。なるほどね。3900。まあ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 いいでしょう。ヒバニーは星2で4100点。おお、4000点いったよ。いいね。で、ビッパは多分だよね。自信ないわ。さすがにビッパはヒルの方が良かったね。で、もじゃ、これこの写真でいいのえ、どういう、あ、飛び上がってる瞬間か。1300、なんだよなんだよ、星さんのくせに1300点とか、そういうこともあんだな。マジか、そういうパターンあるんだ。で、闇クラス4000点、 OK。 で、ほうほう、お、ほうほう、いいね、素晴らしい写真だ。向き、大きさ、大きさで2000点 いってんじゃん、やば。位置もほぼ1000点。いやー、これは完璧。ポーズさえあとどうにかなればって感じだな。いやー、あとうっすらドダイトスかなんかがかぶってくれてればよかったかな。で、キャタピーはまあ多分そんなっしょ。2800。あ、意外といったね。で、カイロス先輩は自信あるんだぞ。4000でいっただぞ。イエイなんだぞ。ミツハニちゃんもこれ結構いっぱい写ってるから意外といい点いく気がするんだぞ。3200、普通なんだぞ。ドダイトス、あー、これどうなんだぞ。どうだどうだ。4000点。おー、いいじゃんいいじゃん。でも星の1と2と3と4はどう違うんですかね。スワンナ、あー、さすがにスワンナはこっち。で、ピジョット、ピジョットこれどうよ。期待していくんだぞ。ポーズは、ポーズ結構かっこいいポーズだと思うんだぞ、ゲンガーは。俺もそう思うよ。大きさ1500。4000いかないか。結構かっこよかったと思うけどね。で、サルノリじゃねえっつうんだよ。ピチューのつもりで撮ってんじゃん、こっちは。で、こっちはサルノリなんでしょ。もうなんなんすか、これ。で、クリスタフラワー。さっきは評価してくれなかったのに、昼間は。なんなんすか。評価対象ではないみたいな。なるほどね。さあ、レベル上がれ。レベル上がれ。上がらん。上がらん。マジか。ポケモンたちの様子が違ったんじゃないかな。この調子で、これからもよろしくね。オッケー。なんか来た。こっち向いて、おー、向きのスコアで1000点以上。おー、そういうやつもあんだね。仲間と一緒。仲間、他のポケモンのスコアを500点以上獲得した。おー、ほーほー。で、夜。あ、アイコンで夜。あ、クリスタフラワー綺麗だね。
で調査が、え、またなんかお話があるんですか。アルバムは、まあ、さっきのピジョットヒバニーぐらいかな、うん、風呂から上がりしカイロス。よし、ベースキャンプに行こう。いや楽しいね、ゲンガーちゃん、これね。ほんと最高なんだぞ。なんだ、え、ここもしかして再開発される？再開発？なんだ、東京みたいになんかビルジャングルみたいな感じになりそうじゃない？あー出た、多分ね、君が花畑に近づいた時ものすごいエネルギー反応が現れたんだ。はあ、この反応は少しだけど動いている。へえ、へえ、はあ、つまり全くわからん。イルミナポケモン、いや急に読まないで、まだ確定はしてないけどね。イルミナポケモンか、君何か特別なことでもしたの？してないよ。そう、僕も無関係とは思えないんだ。だから君が反応なった場所を見に行ってくれるかな。あ、じゃあまあいいっすけど。私も見に行きたい。じゃあ一緒に行けばいいんじゃない。リタは僕と一緒にモニターでね。ダメなんだ。なんでダメなんだ。夜に男女で公園に行ってはいけないみたいな決まりがもしかしたらあるのかもしれないな。じゃあとりあえず調査行こうか。イルミナスポット、おー、ちょっと気になるな。光り輝くポケモンを収めに行こうじゃないか。なんかあるぞ。まず聞く、なーにこれ、なんなんだぞこれ、光り輝いてるんだぞ。おお、え、これはまさか、うおー、メガニウム、メガニウム出てきた。これパッケージになってるやつ。マカゼロなんだぞ。バシバシ取ってやるんだ。ああ、ちょっと早くこっち向いてなんだぞ。こっち向いてなんだぞ。え、どこで調査すればいいんだぞ。調査マークが出てるのに何もならないんだぞ。ちょっととりあえずお尻取っておこうなんだぞ。ああ逃げないでなんだぞ。お尻もうちょっと取らせてほしいんだぞ。調査して何になるんだぞこれ。ああなんか嗅いでるんだぞ。嗅いでるところ、ああにっこりして可愛いんだぞ。可愛いんだぞ。お尻光り輝くお尻をちょっと激写しちゃおうかななんだぞ。光り輝くお尻ってなんなん。さあ、え、調査したらなんかなんのか。あ、いいじゃない、いいじゃない。こっち見て、こっち見て、こっち見てなんだぞ、こっち見てなんだぞ。よいしょ、よいしょ。いや、木の陰で邪魔なって見えないんだぞ。これ、美しいんだぞ。いや、いいね、かっこいい。いや、優雅だね。いや、いいね。え、どこ見てんの。あ、星空を見てるみたいな感じか。いや、とりあえずこっちを一回、いやかわいい、これはかわいいぞ。いや一回、おお、え、なんか変な模様、おお、これどういうこと。これどういうことなんですか。光り輝いて模様まで出ちゃってるけど、ちょ、花よりこっちに来て。いや、ちょ、メガニウムちゃん、少なくて、行っちゃったんだぞ。もうまたゼロ枚になっちゃったじゃん。何やってんすか。すぐゼロ枚になっちゃうんだぞ。いやー、メガニウムこんだけ取って1枚しか出せないの。なんで、しかもイルミナ現象を捉えてない写真は選べません。なんでなんすか。いや、どれもいいけどね。どれもいいけど、これイルミナ現象じゃないの。ちょっとうっすら光り輝いてるじゃん。なんでなんだぞ。
当にな。おお、美しいけどこれはダメで、これはいい、マジで意味わからん。なんでなんですかね。え、星さんの写真がどっかにあるらしいぞ。それを出してやろうぜ、どうせなら。え、どっかにあった、え、見逃してる。星さん出せねえじゃねえかよ。なんで星さんの写真一枚も出せないんだが、全く困ったもんだよ本当に。いやー、でも、あー、これいいんじゃない。いや、これもいいね。いや、これにしよっか。いや、これありなんか。これはどうなん。あー、これだね。うん、これでいくんだぞ。っていうかさ、初めて捉えたであろう写真なんだからさ、その現象をさ、もう無条件で評価してくんねえかな。これで1300点ですみたいなのはもう逆におかしいでしょ。おー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 おお、5500点。めちゃくちゃいくじゃん。やば、5500はやべえ。そんないく、そう、すごいね。イルミナスポットレベルが2に上がる。やったー、なのぞー。お、新しい段階に進んだね。小さな変化も見逃さないよう、次もよろしくね。あー、よろしく。お、なんか来たよ。ベストショット。お、5000点以上がそういうハードルなのかな。優しき神秘。ほう、え、え、え、なにこれ。セル塗り、あ、フィルター。へえ、称号が増えるとフィルターも増えるんだ。なるほどな。もう毎回報告してくる。ちょっとこのでけえケツも保存しとこうぜ。急げ急げ。ケツ取られちゃうからかな。まあ、あとはさっきのニコちゃんの、あー、この辺もいいよね。これいいね。んで、そんでもってこれよ。え、ちょっとレアかも。え、じゃあこれ出せばよかったか。まあ、わからんわ。あ、これもちょっとレアかもか。なるほど、じゃあいいや。急げ急げ。あ、これもいいね。いや、いいよいいよ。え、これ何枚まで保存できんの。あっという間にパンパンになりそうな気がするんだけど、大丈夫かな。うん、帰ってきたよ。どうだった、綺麗だったよね。すっごく大きくなかった、何か言ってた。めちゃくちゃ質問攻めしてくる。うん、いっぺんに聞かないでほしいんだぞ、いろいろと。少し落ち着いて。博士もはしゃいでたくせに。ああ、そうなの。まあ、こりゃ一本取られたな、じゃないんだよ。あのメガニウムは間違いなくイルミナポケモンだよ。言い伝えとも一致する。ああ、そうですか。イルミナポケモン、え、何、災いが起きた時そいつのおかげで助かったとかいうやつ。え、マジ。そうだね。そのイルミナポケモンたちは体に模様があって特別な光を放ってたとね。じゃ、もうそれじゃん。あのポケモンだ。ね、ね、あの言い伝えは本当に起きたことだと僕は考えているんだ。歴史の真実を突き止めることが研究の鍵なんだよ。博士、あのことは言わないの。え、何、隠し事っすか。今日はもう遅いので続きは明日に。もったいぶられちゃった。一瞬で夜が明けた。よく眠れたかな。いや、一瞬で夜が明けたんでちょっと無理でした。全土の調査をちょうど始めると、おお、レンテル地方のね、イルミナポケモンを見つけることができた。ああ、私のおかげだ。で、何か関係があるかっつうと、それはまだわからない。ああ、そうなんだ。一緒に行けば調査に行けば、一緒に調査に行けば何かが起こる。かもしれない。なんじゃこいつ。なんじゃこいつ。私も賛成。ああ、そうなんだ。みんなで行った方が絶対楽しいし、それはそう思うよ。ゲンガもそう思うんだぞ。調査隊に入ってくれるかな。ゲンガーの声がうっすら混じっちゃったぞ。なんだなんだこれは。ん、ちょっとエモいシーンか。
まだクルーだと認められてなかったんかこいつまだだったんか。似合ってるよ。あーまあならいいけど。え、じゃあ似合ってるならいっか。盛り上がってるところ悪いんだけど、すぐ水差すじゃんこの博士。まだえまだ準備ができてないだと。リタちゃんちょっとリアクションかわいいな。ちょっと待っててくれるかな。え、いいものくれんの。次調査に行くときに説明するよ。オッケー。しょうがないな。いいものをくれるというなら、これはもう待つしかない。クルーバッジ、今さら。まだ仮契約だった。ゲンガも信じられないんだぞ。正式な隊員になった君にはこれをあげよう。リンゴ。使い方はリタ、よろしくね。え、そんなの俺だってわかるよ。最近楽してない。そういうこと言うな。まあいいか、私助手だし説明するね。そうだぞ、助手なんだろ。そういうことちゃんとやんないぞ。ふわリンゴっつうの。へえ、リンゴだと思った。甘くて美味しいポケモンの大好物なんだよ。へえ、そうなの。見た目は普通のリンゴだけど軽くて柔らかいの。あ、へえ、そうなんだ。じゃあもし当たっても大丈夫ってこと。ポケモンたちにあげるとすっごく喜んでくれるんだよ。ああそうかそうか。実際にやってみよう。いいね。ゲンガーも食べてみたいんだぞ。食べれたらいいけどね。 B ボタンを押すんだぞ。うん、ピカチュウが喜んでるんだぞ。あー食べてるんだぞ、かわいいんだぞ。喜んでるんだぞ、かわいいんだぞ。ゲンガちゃんもいつもあれぐらいかわいいぞ。うん、何やってるんだぞ。よっしゃ、ニガちゃん投げて。行くんだぞ。ん、え、うまくいってないって言われてるんだぞ。心外なんだぞ。えい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 、ポイ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 。投げすぎ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 。話聞こう。ピカチュウ可愛かったんだぞ。本当にこいつゲンガーだと思ってんのかな。ピカチュウって自覚ないのかな。これで説明は終わったけど、まだ準備できてないって博士が言ってたね。そうだ、その間フワリンゴを使って撮影してみれば。カミカミだな、リタちゃん。博士が言うにはいろいろな使い道があるんだって。おお、博士の出てき方ちょっと怖いんだよ。ここで一つお知らせがあるよ。なんだ。これからの調査をスムーズに進めるため情報を共有しようと思うんだ。え、して最初からして。レンティルチャットは知ってるかな。知りません。なんだっけ。お、こいつポンコツか。レンティル地方で使われているコミュニケーションツールのことだよ。あ、普通、名前の通りだ。リタが調査で気になったことを写真と一緒に送ることができるんだ。僕がモニターを見て気づいたことも送っていくよ。おー、なるほど。え、使いこなせるかな不安なんだが。右上に表示されるので調査の役に立ててみてね。博士もカミカミだな。これか、 Y ボタンでちょっと見てみようか。なに、え、ヒヒダルマ、落ち、カリナ、え、カリナって誰。待って、カリナって誰ちょ、カリナって誰え、まあ、ちょっと上から処理していこうね。果実が焼かれる瞬間を見たことはあるかな。どんなポケモンの行動か調べてみてね。あー、なんか位置的にヒバニーなんじゃねえかっていう予想を立てておこう。で、これは、あ、はー、なるほど。誰かが撮った写真が流れてきたんだ。ヒヒダルマじゃねえかよ。